はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピーツ2015実況プレイ、ダルビッシュ有サムライビッチパート7かな、やっていきたい。7かな、いや9や。え、1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。8やっていきましょう。はい、出だしからアホ丸出しですが、まあ楽しくやっていきましょう。でね、今回は西武戦、まあオールスター前の最後の一戦を取っていきたいと思います。うん、んで難易度を見せましょうか。難易度が、あら、今回もスピリッツですね。あ、打撃99になってますね。99って一番多いんかな、0から99やから最高になってますね。うん、まあいい感じで来ております。うん、まあダルビッシュ楽しいですよ。うん、何か迷ったスタープレイヤー何にしようかなとか、うん、どうしようかなって思ってる人がもしいたら、うん、迷わずダルビッシュにしてあげてください。うん、楽しいですよ。うん、まあなんて言うんでしょうかね、球威があるけどコントロールがない、まあそれ、まあまさに、まさに、もろはの剣。ちょっとわけわからんな。まあいいや。まあそんな感じ。うん、めっちゃ楽しいですよ。うん。まあ本当に迷ったら、ダルビッシュ。うん。やってあげてください。で、今、日ハムね、めっちゃ連勝中やったと思います。うん。まあダントストップですね。うん。日ハム強いよ。よし、やっていこうか。まあ、スピリッツ、それも難易度99ですからね。あ、打たれる気しかしねー。うん、まあね、いつも言ってますが、これは楽しく、うん、おかしくやっていけたらと思ってるので、うん、まあ打たれる動画が見たくないとかね、あのなんか打たれてるからしょうもないわとか、なんかマジでプレイしてくれよっていう動画が見たいのであれば、僕のね、あの違う動画を見てあげてください。他のやつはまあそれなりに頑張ってると思います。まあでも今山田くんのね、あの企画をやってるんですけど、それはめちゃくちゃ楽しいです、正直。うん、山田くんの能力が高いんでね、楽しくバッティングできております。うん、まあバッティング企画としては大谷と筒香と五六のやつもやったんかな、誰どれよりも打ててると思います。うん、まあ一番大きいのは、あのデジタルにしてね、デジタルとか HDMI にねしてからテレビでできるようになったんで、それが大きいですね。うん、パソコンでやるとやっぱりちょっと遅くなっちゃうんですよ。うん、まあソフトコンエア、ソフトエンコードっていうのかな、うん、ちょっと機械音痴の僕はちょっとよくわかんないんですけど、まあそこからね違うものにできたので、うん、画質も綺麗、テレビでできるっていうね、素晴らしい感じで、うん、できてるので、うん、楽しいですね今は。うん、いや中村くん、ザ・和製大砲みたいな能力してますね。能力というか成績、やばい、何今のバッティング怖え。よし、ここで殿下の方とスローカーブ、ライト方向を流しました。 OK、 いややべっと思ったけど、まあ大丈夫やったね。うん、点取って、いや満塁やってんの、頼むわほんま。てか秋山って能力上がらないんですね。うん、上がっていいと思うんやけどな。すごいですよね、あ、秋山の能力は。今の現本当の方ね、実際の方は、あ、すごいなと思って僕は見てますね。やべ、とてもうハーミッタほんま、もうね、あのチョケルのは名前だけにしてほしいよほんま失礼にも程がある、ほんと。まあね、この回は大体が雑談で、てか雑談メインの企画でやっております。うん、まあ、かなりね急にね、あの真面目なこと言いましたけど、そんな感じでやっております。よし、そうですね、前回は何の話したっけ、龍が如くの話したっけ。うん、今回はじゃあね、漫画の話しましょうか。うん、黒子のバスケの話しようかな。ナイスプレー。え、何それ、
そういうのは抜けてほしかったわ。期待させんでほしいわ。ほんま。相手のミスにはつけ込んでいきたいですね。つけ込みてほしくないな、シチョリ。こういうのは空気読まなあかんと思うね、シチョリ。うん、僕はそう思うよ。僕やったら打つけどね。1割7分6人とかって打たへんやろ。カーブ。はい、ここでスロー。カーブ。何投げます？皆さんやったらここ。僕はね、スラーブ。よし、完璧。やりました。よし。点取れよ、ほんま。まあ、いい年よ。クロコロバスケの話しましょうか。うん。漫画のクロコロバスケの話しましょう。まあね、僕がクロコロバスケを初めて知ったのは、結構終盤です。うん。クロコロバスケが連載された終盤です、結構。あのね、連載中ぐらいにアニメ始まったじゃないですか、アニメ。うん。アニメを1話見たんかな、一番最初の。うん。を見て、やべえってなって。僕、小学校の時バスケしてたんで、バスケ自体は好きやったんで、で、バスケ漫画、スラムダンクとかに僕読んだことないんですよ。うん。なんか、絵が受け付けないというかね、まあ、楽しいのは間違いないと思うんですが、まあ、それこそ、何やったっけ。諦めればそこで試合終了ぐらいは知ってます。あと桜木花道、うん、その辺はまあ知らないことはないです。うん、まあね、その黒子のバスケも絵的にも自分しっくりきてね、まあ、一番面白いのは僕黒子のバスケは前回持ってるんですけど、最初の絵とね最後の絵が全然違うっていうね、違う人描いてるんじゃねっていうぐらい全然違うんですよ。まあ、上手になったの、まあ、ワンピースもそうですよね。前回ありますけど1巻と今70何巻では本当に絵のうん、クオリティが全く違うんですけどね。うん、まあ、やっぱり絵描きさんも描けば描くほどやっぱ上手になっていて、うん、実況動画もやればやるほど、うん、上手になっていくんかな。もうちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ人間何しも、うん、いろいろやれば良くなっていくってことなんでしょうけど。でね、その1話を見て、ちょうどその1話が始まった時かどうかわかんないですけど、ジャンプでね、まあ、僕ジャンプナルトとワンピースとあと何見てるっけ、まあ、ナルトはもう終わっちゃったんですけどね。ナルトはほら新しいの始まったじゃないですか、まあ、ハンターハンターとかね、うん、まあその辺、まあ黒子のバスケとかを見てたんですけど、その黒子のバスケを最初見た時にね、赤死対緑馬の時の緑馬が誰でしたっけ、フォークアイのやつ、あ、忘れちゃった。あ、そいつが緑馬がねジャンプしてキャッチするところにボールを投げてねシュートを打つってことをやってて、それを見てね、ドリマー言ってやべえってなって、でそっからこうまずはアニメを見るようになって、もう前作今シーズン3までやってるんですかね。まず1球目、まあ面白いですよ。まあ僕が一番好きなのは完全に青峰です。完全に青峰です。まあ鏡もいいですけど、やっぱりうん、青峰ですね。あと清志とヒューが分かれますよね。うん、多分清志派多いと思うんですけど、僕は完全にヒューガ派ですね。なんか知らないですけど僕はヒューガ派です。うん、であとリコちゃんの、うん、お父さん大好きです。うん、やっぱりああいうキャラクターがいいですよね。うん、僕は大好きですね、ああいうキャラ。やべ、捕まる、捕まるよ。うっ、ツーアウトやし、ここしっかり抑えましょうか。うん、まあそうですね、一番いいのはやっぱりウィンターカップの青林対東、あれはしびれましたね、本当に。さあ勝負してくるのか、ミスディレクションオーバーフローでしたっけ。かっこいいな、かっこいいですよね、本当ね、黒子のバスケって。ナイスボール出ました、久しぶりの失投という魔球。かっこいいよなって思いますね。うん、だからいつもアニメ見て、ね、鳥肌立ってたことを覚えてます。うん、かっこいいですよね、本当。何よりもまずかっこよさから入りますよね。あとは青峰対赤じゃなくて、鏡のゾーン対決、 あれもかっこよかった。もうあれは本当にアニメを見た方がいいと思いますわ。シュインシュインシュインみたいな、うん、バスケ漫画って感じなんですけど、見てあげてください。
あれ見てね、よっしょうもなって思う人は多分ね、心が廃れてますわ。枯れちゃってる。うん、僕はそう思いますね。まあ、そんなん言ったらもう批判しか来なさそうですけど、まあ、批判来るほど人が見てるのかって話なんですけどね。うん、でもやっぱりいいですね、黒子のバスケは。うん、誰もを魅了する漫画やと思いますね。うん、やべ、オッケー、よし、間に合うんじゃね。間に合ったか、お前入った方が早いんじゃないの、西川。違う違う違うみたいですね。さあ、秋山。いやー、スピリッツ相手になんとかやれてますね。前回の、中日戦のようにはいかなかったですね。よし。よし。どうしようかな。スローカーブ。くっそ。カットボール。くっそ、曲がらんねや、あんまりね。チェンジアップ。よし、オッケー。てか点取れよ、日ハム。ほんま、ダルビッシュの時全然点取らんやん。いや、怒らしてるわ、絶対。聞こえてるわ、声が。あいつのため点取ってらんとこって思われてますわ。厳しいな、それは。どんだけダルビッシュがええピッチングしてもね、点取ってもらえたら勝てないよね。やべ。やべえ。ツーベースにしないで。だからもうハーミットしっかり守備してくれよ、本当。だからもうお前、冗談はな、名前だけにしとけって。まあ、顔も長いけど、栗山いかついですよね、結構ね。よし、まあそうですね、黒子のバスケ、あとはやっぱり明石の凶暴性、で最終回の明石、かっこよかったですよね。僕、明石好きですね。まあ、緑も、まあそうですね、奇跡の世代はちょっと全員好きですかね。誰も描けなくていいかな。あれで良かったですね、あのキャラクター性で。いいなと思いますね。でもここ打たれたくないな、正直。いや、今のスローカーブ振ってほしかったな。カットボール。よし、マジか、ファーストゴロかなと思ったんやけどな。まあそんなもんか。でも6回1失点やったら、スピリッツ相手やったら上々じゃないですか。違う、皆さんはやっぱ完封するのは普通なんですかね。わかんないですけど、僕は。よし、え、お前怠慢じゃない、ちょっとプレーが、西川。え、だからこいつをファーストに置くなって本人。はい、そういうことは言ってもしょうがないんで、頑張っていきましょう。スラブ、クラスボール、スプリット、甘かったね、危ない、スラブ、よう当ててくるね、スプリット、ストレート、これ、殿下の方とスローカーブ、よし、危ね、チェンジアップ。よーし、ナイピッチ、いいね、オッケーオッケー。ここ1失点抑えたらなんとかやってくれそう、日ハム。さすがに三浦は見放さないでしょ。日ハム打線は僕は信じてますよ、特にハービーだ。ナイスボー、フォーク、振らないか、振ってくれるというよ、騎兵さんやったな。チェンジアップには反応しません、ボールです。よし、くっそ、投げる球がね、シンキングファースト。よし、うまい、レアードはいいね、本当にもう、全員レアードになってほしいわ。OK、点取って、素晴らしい、素晴らしいわ、やっぱり、いい試合できてますね。あ、そうですね、黒子のバスケ、まあ、ちょ最終戦、明石対その黒子はちょっと僕的にはなんかぐだっちゃったかなっていうイメージはありますね。ナイスレイアウト。やっぱりあれですよね、あの緑間対鏡とか、やっぱ青峰対鏡、黒子、まあそうですね、あそこの
会場も良かったですけどね、ちょっと最終回は引っ張りすぎたかなっていう感じですね、僕的には。あ、なんかそんな感じがしますね。まあ今はね、その新しいやつで外国のやつとやってる、スクエアやったかな、やってて、あれ面白いですね。今ちょうど青峰がデーンってダンクを決めたところですね。チェンジアップ、タイミング取れないか。でも、まあ、2年生も3年生もね、あの黒子たちが上がっていくのも見たかったですけど、まあ、あれで終わってよかったんじゃないかなとは思いますね。まあ見たかったのは見たかったですけどね。それにしても結構チェンジアップで三振取れますね。敬遠ですね、勝負しませんね。そうか、顔怖いもんな。ああ、勝負せん方がええわ。顔怖いやつはちょっとほっといた方がええ気がする。星か、抑えれそうなやつこそ抑えれなかったりするんですよね。まあ能力的には低いんで、よし、これは抑えたやろ。この回で交代じゃねえ、あのスタミナ的に。果たしたよ役目は。え、まだ行くの。いやー、ちょっと無理やと思うな正直、スタミナ的に。てか森くん8番ってどない。もったいなすぎでしょ。あ、3番ぐらいでええと思うで。痛いな今のは。まあチャンスがあるとすればこの回なんですけどね。変えるんじゃない、変えない、まだそんなもん。なんか今映像がブラッてなったらすいません。よし、え、今のタイミングセーフか。厳しいな。悪くないスタートでしたね。送りバントだ、左方向へ転がした。これ大丈夫、ピッチャーが抑えた。マジか。守備の裏をかいたいいプレーになりました。点取られないで。はいはいはい、終わり、はい終わり、じゃあ終わり。これ俺負け投手でしょ。もうそんなの投げたかったですね。点取られるぐらいなら負けたか、投げたかったですね。まあちょっと不運やったかな。もう少し点取ってほしかったね。それこそ3点ぐらい取ってくれてたらね、何も言うことなかったんですが、まあでもスピリッツ相手に、ええ投球できたんじゃない?楽しかったですね。やってて今が一番楽しかったんじゃないですかね。まあ、阪神戦も楽しかったかな。2対1で勝てた試合。面白かったな。まあ、阪神戦で落ちが、いや、違うな。どっからオチがついたんですよね、面白い。だからお前はオークションでサイン売るんやろって。だからいらない。バイバイ。あ、いやいや、線でいいって言ったらいいです。こいつ金にするだけやで、全部嘘で。頭おかしいから。まあいいとしよう。じゃあね、次回は、オールスター取っていきたいと思います。多分ね、オールスター出れるんじゃないかなと思ってます。まあそうですね。今の順位が、こんな感じです。まあ、ソフトバンクオリックスがやっぱり上がってきましたね。まあ、打倒セリーグは結構混戦ですね。次回6も 6.5 ってことでね、ひっくり返すのは全然ありえますね。じゃあ今回はこれぐらいします。次回頑張っていきたいと思います。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それでね、ソウスケでした。さようなら。